上手に焼けました。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速手紙を。お、なんか結構いっぱいあるぞ。あ、タマより、ちょっと待って、これはオートキャンプ場やったね。ほい、じゃあタマからの手紙。実はね、アイナちゃん、これをあなたが読むとき、私は次に住む村への列車の中です。最後に直接お別れ言いたかったな。元気でね、タマ。え、でもちゃんと直接、聞いたよ。聞いたよ。だってほらあれやん。荷物まとめよるときに私言ったし。意地悪なアイナちゃんへ。こないだは遊びに来てくれてありがとう。でもあなたに同情されるなんて、私もまだまだだよね。まだまだよね。これはあの時、私潰れたお土産よ。心が広い牧場より。なんか私が意地悪で自分が心が広いっていうのはどうよ。で、あと3つはオートキャンプ場と。はい、それじゃあ、牧場さんからの、間違えた。牧場さんからのプレゼント。そして、オートキャンプ場での、お買い物ね。ほいほい。まず、牧場さんからのお土産。お、ドラムセットマジで？ま、でも今の私の格好には結構合ってる気がするけど。すげえのくれてやん。ほい、そして、商品棚と、レジと、セールワゴン。いいね、いいね。なんか、お店セットが随分と整ってきたって感じ。ちょっと待って、荷物を預けておこうか。ねえ、結構いっぱいになってきてしまったけんね。こういう時にこの地下倉庫が役に立つ。ほら、まだまだ全然空きあるもんね。あ、待って、マリンスーツはまだいるんよ。これ何やった？あ、ドラムセットか。じゃ、この辺の適当にポポポポっと入れていっとくよ。あ、これはいる。この辺ね。オッケー。よし。ほんでなんかさっきからその辺を、みさきちゃんが歩き回りよるような気が。あ、なぎさちゃん。あいなちゃん、元気そうだね。よろしく。てか、どうしたの？世間話でも。この前こっそりメイクにチャレンジしてみたんだけど、手が震えて眉毛が繋がっちゃったんだよね。りょうさんや。大丈夫？え、てか、今ほらあれだ。マロみたいな眉しとるけど。マロ眉。ねえ、みさきちゃん。みさきちゃんもそうやね。白バージョン。こんにちは、アイナさん。今日もお元気そうですね。そういえば、私に何かご用ですか？おしゃべりしよう。実は、花子さん宛ての荷物が私のところに届いてしまって、多分あちらも困ってらっしゃると思うんですよね。申し訳ないんですが、今手が離せないんで、代わりに届けてもらえませんか？オッケー。まあ、ありがとうございます。花子さんって言ったね。ってことは多分橋の向こう側やと思うけん。できれば今日中に届けていただけると助かります。では、よろしくお願いしますね。頑張るよ。ささっと見つかってくれるかな？ごめんね、ちょっと。ん？鳥が止まっている気配。気配までわかるように。緊急告知。今日はとっても珍しい犬のランプが入荷しました。このチャンスを見逃しなく、豆粒デパート。もうこれ、なんかチャンスチャンスって言うけど、私は逃しまくりよりよ。なんかそんなにいいものなのかどうかがよくわからなくなってきたから。んで、花子さんやったよね。あら、ウェンディー。間違えた。あ、あゆっち、オースハ。それはそうと、うちに何か用事かい？お話ししよう。ねえ、いきなりだけどさ、バルーンチェストの代わりに置くとしたら何がいいと思う？実は今、部屋の模様替えを考えてるんだけど、バルーンチェストを同じくらいのサイズの家具と交換しようと思ってるんだ。種類は何でもいいから、いいのあったら紹介しておくれよ、は。てか、まずそのバルーンチェストはさ、私があげたやつじゃなかったっけ？気のせいかな。お、どうした、マキバスター。あたいの挨拶って正直どう？もっとハッピーな感じにしたいの。どんなのがいいかな。ハッピーな感じ、今のままでいいんじゃない？てか今の挨拶どんなんだっけ。そうなんだ。それなら今のままでいいか。ありがとね。いえいえ、どういたしまして。ん、とりあえず花子さん家にはおらんみたいやけど。
この辺うろつきよったりとかするかな。この辺はあれかな、花子さんよりも牧場さんの方がうろついとる可能性が。あ、いた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 、花子さん、花子さん、お届け物。あら、おいらちゃん元気そうね。見る見る。それはそうと、私にどんな用事かしら。お届け物でーす。え、何なの。それはこれです。はい、美咲ちゃんからどうぞ。え、美咲ちゃんのところに渡されてる荷物が。何かしらこれ。あ、思い出したわ、あれね。でも私、頼んでたこと忘れてて同じの買っちゃったのよね。ねえ、アイラちゃん、これ189ベルで買ってくれない。中古じゃないわ、新品よ。まあ買ってあげようか、189ベルなら安いよね。ありがとう、アイラちゃん。これで無駄な出費をいくらか取り戻せるわ。いえいえ、どういたしまして。ちなみにこれ中身は何なの。中身は開けてからのお楽しみよ、みるみる。じゃあ早速開けようか。ね、違う違う、こっち開ける。いちごの服 N。 いちごの服もう一着買ったの、花子さん。かわいいね。お、こっちのキャンプ場にも来客が。お、何、ひよこかな。ひよこ？でも色的には違うか。すみもも。あら、あなた、アイナ村の人？私はすみもも。ちょっとこの場所でキャンプさせてもらってるわ。ここはいいところね。私気に入ったわ。それはよかった。男の子かと思ったよ、最初。ねえ、あなたが持ってるその緑のマリンスーツをかけて、ハートのエースを探すゲームをしない？あなたが勝つことができたら、緑のマリンスーツを高く買い取ってあげるわよ。いや、いいです。マリンスーツは売らないから。わかったわ。大事なんでしょ、それ。そういうことなら仕方ないわね。よね。よね、が、語尾ですか？アイネ村でキャンプしてて思ったの。よね。住むならこういうのんびりした場所がいいなって。あ、あ、そう。あ、そう。あら、私ったら、いつもと違う雰囲気で浮かれてるのかもしれないわね。ま、もうしばらくアイネ村でのキャンプを味わわせてもらおうかしら。いつも思うやけどさ、これって、キャンプ場に一回来た人はもう来んなるんかな。ね、その辺気になるね。何回でも来るんか。もう一回来たら来んのか。あら、グルミンこの辺におらんな。普段ならおるのにね。はい、それじゃあ今日は、オートキャンプ場に一体誰が来ているのか。珍しい人とか来てないかな。ん、今日はかぶり場さんや、かぶり場さん。お邪魔しまーす。かぶり場、株の世話と行商で忙しい毎日を送っているが、時々暇を見つけてはキャンプ場を訪れ、気分転換している。まあ、たまには気分転換も大事よね。今夜どうも、キャンプさせてもらっとるよ。それにしてもこの村は、なんともええところだね。ありがとう、それはそれは嬉しいよ。え？音が鳴るんだけど。え、何の音？なんかすげえ響くよ。声かけてくれてありがとね。こんな風に気軽に知り合えるのもキャンプ場のええとこだわね。いえいえ。最近あれだな、私株も買ってないな。ね、たまには株買わなきゃ。いつもたくさんの株を運んどるだで。足腰はピンピンしとるよ。まだまだ若いもんには負けられんからの。にほほほほ。確かに、かぶり場ばあさんさ、すごいピンってまっすぐ立っとるよね。なんか若くても全然猫背の人とかおるけん、ああいうのすごいわ。ん、今日は掲示板と、なんか、ベランダとかにありそうな感じの机。机ってかテーブル。机とテーブルって一緒？なんか使い分けあるかな？私的になんとなく、テーブルの方がおしゃれな感じが。いや、まあ横文字になっただけかもしれんけどね。ほい、それじゃあ、今日のゆうたろうを。へい、今日のゆうたろう。パパラパー。このままだと、私ランプに戻ってしまいます。
私が乗り移る住民の動物の森のアミーボを下画面にタッチしてください。ということで、はい。じゃーん。上手に焼けたよ。とか言ったりすると、アイレンさんっぽいでしょうかね。さて、あなた様は何をお望みでしょうか。遊びにおいでよ。わかりました。本物のアイルーさんはちょうど車で移動中のようですので、すぐに心の中に入り込んで村のオートキャンプ場に来たくなるように働きかけておきますね。では、私はそろそろおいでもさせていただきますが、最後に一つだけ。ランプの正教会からのサービスとして、願いを叶えさせていただいた方へのプレゼントがございます。ふるさとチケットをどうぞお納めくださいませ。では、私はこれで。パッパラパー。アイルーも車運転するの？そこはハンターさんが運転しようかな。上手に焼けましたっていうのがね、結構なんか弟がモンハンをプレイしよる横で聞こえよったんやけど。ね、なんかそれがすごいイメージに残っとるよ。あのこんがり肉のやつ。ほい、アイルー到着。あ、すげえすげえ。これ何やった？何やったっけ？レウスやっけ？すごい、なんか、かっこいいね。お邪魔します。さあ、中身は？お！あれやん。ハッピーホームデザイナーと同じような感じ。お！ナビルおるよ、ナビル。アイル、ハンターライフを満喫するため、キャンピングカーを改装したアイル。クーラードリンクが欲しくなりますね。あ、お肉が上手に焼けたみたいですよ。お、マジか。はい、来たててててててすごいよね、これ。音楽ちゃんと鳴るの。上手に焼けました。これは喋る？すげえ、めっちゃ動きようやけど。すげえ表情変わるやん。でん、なるほど、ルーレットみたいな感じや。なんて言うんかわからんけど、とりあえずちゃんとなんかナビルーの声がする。いいね、いいね。この卵もすごく気になる。あれやん。ヨッシーの卵と同じような感じやね、動きが。そしてプーギー。こっちのハンターさんは？違う。で、これは、実はベッドになってるっていう驚きがあったんよね。これ最初寝転がれた時すごいびっくりしたもん。あ、そうそう、そういえばまだ勝手に人のキャンピングカーに上がり込んで一言も話してない。こんにちは、アイルーが遊びに来たよーにゃ。この村はいいところだね。これでごちそうが出てきたら最高なんだけど。なんかあれやな、喋りよる時の感じはアイルーというよりもトロみたいな感じが。あれ、どうしたの？おしゃべりしよう。このキャンプ場にはご当地の食べ物を使った B 級グルメとかあるかな。このキャンプ場結構狭いけんしな。B 級グルメなんかはないよ。まず食べ物がないから。むしろこのお肉が欲しいです、私。いいよね、ああいうお肉。なんかすごいがっつりかぶりつきたいよね。ほい、それじゃあアイルーやーい、こっちを向いておくれ。びっくりさせてあげるから。さあ、そこでくるっと。さあ、そこでくるっと。向けし。向けよー。こっち向けよー。あ、じゃあちょっと家具。火山洞窟の壁、溶岩の床、アイルーの服、お供ボード、お供の卵、ナビルーの置物、ナビルーのお面。すげえ、お面あるんやけど。肉焼き器。猫地蔵、ハンターさん、ハンターの荷車、ハンターの蜂の巣、ハンターのボックス、飛竜の卵、プーギー、レウスの体験。じゃ、とりあえずは、あれやない？アイルの服はいるやろ？アイルの服と、あとナビルの置物が欲しい。招き猫的な感じで。ナビルのお面はちょっといいかなって思ったんやけど、いらんかなって思っとる。ハンターさんかプーギーが欲しいんやけど、プーギーかなー、ここは。よし。オッケー。
ちょっと、あ、いる？多分もうちょっとしたらこっち向いて。お？ぷっぷー。あ、いいね、いいね。黒目が小さくなるタイプや。どんなタイプや。あれ？どうしたの？おしゃべりしよう。どうしてここのキャンプ場を選んだかって、にゃん？それはね、ここには美味しいものがたくさんあるって頭の中で声が聞こえたんだ。多分あの声はエピフライが大好きだった僕のおじいさんかも。ううん、その声はきっと、ゆうたろうだと思います。ほい、それじゃあ、村に住みなよ。わー、やったー。実はこんなところで美味しいものが食べられたらいいなーって思ってたんだ。それじゃあ村に帰ったら引っ越しの準備をするね、にゃ。ぜひぜひ。明日一旦僕の地元に戻って引っ越しの準備をしてくるよ。地元の人たちにちゃんとお別れを言わないと。あ、そうだ、僕がこっちに来たらご馳走してね、にゃ。へえ。なんかあのね、目をつぶった時の表情がすごくトロに似てるの。トロわかるかな。なんかトロと一緒っていうゲームが昔あったんやけどね、それのトロっていう猫のキャラクターとなんかすごく似てた。パニエルさんは今日も読書中なのね。何を読みようやろうね、あれ。あ、そうだ、そういえばあのコメント欄でね、図鑑を見せてほしいっていう人がおったんやけど、図鑑ってこれよね。とりあえずね、虫は結構集まったよ、私。あ、間違えた。虫はね、今こんな感じで、1ページ目は全部埋まっとるやろ？で、2ページ目とかではないか、別に。こういう感じで結構埋まっとって、あとまだ、この辺、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、あと15種類。あと15種類やけど、結構難しそうやな。少なくなれば少なくなるほど難しそうよね。で、魚はまだまだ。まだまだなんかめっちゃガランってした感じ。まあ、結構同じ時間帯にしか釣りをしよらんっていうのもあるけん、いろんな時間帯に釣っていろんなのをゲットせんといかんよね。んで、これが素潜りのやつ？素潜りのはなんか意外に、意外にいろいろと集めとったりはする。あ、すげえ、こういうの見れるんや。へえ。あ、気持ち悪い。見てはいけないものを見てしまった。ホタテとか別に、取れてないよね。あ、そして、今日は、斧購入サポートがあるけど。じゃあちょっと斧買いに行ってみよっか。あれ？前も斧購入サポートじゃなかった？サポートされとったの。どんだけ斧買うんだ。どんだけ買わされるの？あ、なんか珍しいやん、小雪ちゃん。やっほー、アイナちゃん。元気そうだね。アイナ村の商店街は思った通り超楽しいね。ありがとう。小雪ちゃんとかちょっと、おったことを忘れるぐらいの感じしか、ねえ、すごい短い間しかおらんかった気がするけど。ね、ぐるみん。なんか昔の住人に混ざって今の住人が。あ、アユピーだ。こんなところで偶然だね。それで何か用かな？お話ししよう。今何してるかわかる？ウィンドウショッピングダイエットだよ。まあ、ただお店を覗きながら歩いてるだけなんだけどね。よかったら試してみて。まあでも歩き音やったらね、多少なりともダイエットにはなるんじゃないかな。まあ本当にすんごいわずかかもしれんけどね。いらっしゃいませ、ダラモ。さあ今日はこの斧を買いに来ました。ね、それは斧だよ。値段はね、そうそう、400ベルだ。これ、買ってくれるの？買っちゃう。バーイ、ありがとう。いえいえ、あ、チャスもおるやん、ここに。おーす、こんなとこで会うなんて奇遇だな、は。そうそう、おいらなんかよ。何か聞かせて。こうやって真面目に見ると、植物っていろんな種類があるんだな。ねえ、ちょっとびっくりするよね、いろいろと。チャス今度、またあれだよ、猫仲間がやってくるよ。ありがとうございました、アダナも。玉はね、あっという間に出ていってしまったけど、
今度のアイルは長くいてくれますように。ほい、それじゃあこれでピコンピコンなりよるはず。あの場所がどうなってる？まだ聞こえんか。どれぐらいまで近づいたら聞こえるんかな。お、聞こえる聞こえる。いらっしゃいませ。こちらふるさとチケットマシンです。はい、チケット受け取り。1枚。あれでたったの1枚か。ご利用ありがとうございました。いえいえ。もうほんと毎日地道に地道にコツ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 集めていくしかないよね。まあアミーボカードとかアミーボで5枚ずつもらえるのはありがたいんやけどね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あ、今回もあれじゃない？みぞれちゃんに会ってない。え、ってか会ってないのみぞれちゃんぐらいじゃない？